今をときめくゲーム、エイペックスレジェンズの時間だー。おー、待ってたやでー。いや、勢いに乗ったけど、正直このゲームよく知らない。バトロワのランキングで言ったら、多分フォートナイトが1番で、エイペックスは2位か3位か4位ぐらいに人気なバトロワだよ。いや、順位揺らぎすぎだろ。まあ、確かに最近よく名前は聞く気がする。そんなゲームを今回はまったりやっていこうと思うよ。いい天気だなー。外に出てランニングやでー。そんなのほほんとしたゲームだったのか。のほほんだなぁ。戦闘だ戦闘だ、上で戦闘が起きてるー。よふるしかねえ。戦闘中に横槍刺すのがたまらなく最高やでー。のんびりはどこに行ったの？そうだよね。血なまぐさいゲームだもんね。あー、その虚空とかいうスキルいいですね。自分にもそのスキル使わせてくれない？なるほど。今のやつは透明になれるスキルを使えるのか。ぬほー。今日の運試しウィングマーン。ふむ、4発中1発命中と。まあまあ悪くない結果じゃないか。いや、今ので悪くない方なのか。前段当ててたら倒せてたけどな。ウィングマンの前玉当てる難しさをご存知でない？前玉当てるのってどれぐらい難しいやで？そう、例えるなら、逆立ちしながら食事をするぐらい難しいね。やべえ。そんなことより味方がダウンしてるよ。この間に敵が攻めてこなければいいけど。へへ、あたい金バップやねん。いや、すっぽい形相でドアノックしてますね。そうだよね、絶好のチャンスだもんね。仕方ない、見捨てるか。ちょっと見捨てる判断が早くないですか？とりあえずウルト一定な爆弾とか投げてこないでよ。今自分で投げてたよね。ほらほら、やっぱり見捨てるしかないんだって。本当にごめんな、ワットちゃん。ウルトで敵が引いてる間に回復しよう。状況的に複数の敵から囲まれてるのかな。イモキャラのワットが最初に落とされた時点でもう希望は。いやいや、諦めるにはまだ早い。とりあえず不法侵入のパス君から落とすぞ。このロボットは何としても倒しておきたい。いいよいいよ、ナイスだよ。これは完全に家の中に入り込まれてますね。レイちゃん助けてくれー。レイスも奥の方で回復してるわね。一旦引いた方がいいんじゃない？それはさすがにひどくない？まだ上に残ってた人がいたみたいやで。ワットソンとジブラルタルがダウン。壊滅的な状況だな。いやー、これはもう無理ですかねー。と諦めかけたその時、レイちゃんが希望のポータルを繋いでくれたのであった。レイス有能すぎるー。これぞ正しいポータルの使い方って感じだね。一安心といったところか。とりあえず回復して一旦体勢を整えよう。なんか別の部隊同士でやり合ってくれてるね。ギョフ、ギョフ、早くギョフリに行かないか？まあまあ落ち着きなって、戦闘が終わった瞬間に駆けつけたいね。早くしないとバナーも回収できないからね。そして一足先にレイスが戦いに、あたいまだ回復してるの。まあ、レイスは逃げスキルがあるからな。いや、めっちゃピン鳴らしてるけど。うんうん、待っててね、ワットソン。すぐに回収に行ってあげるからね。私は回収されずに復活できないんじゃないか？そんな不安な気持ちでいっぱいなんやで。いや、復活したい気持ちはわかるけど、うるせえなぁ。そうだよな、まだ俺たちと一緒に戦いたいんだよな。レイちゃんが拾ってくれたよ、よかったな。これでワットソンも一安心してないみたいだけど、本当にこの味方はリスポーンしてくれるのか？そんな気持ちでまだまだ不安いっぱいなんやで。そっかそっか、そうだよな、ワットソン。でも、マジでうるさいからな。これ絶対わざとピン鳴らしてるよね。ああ、頭がおかしくなる。これにはさすがのアベルさんも注意することに。いや、本当に落ち着いて。なんでこういうことするんだろうね。さっきまでは一緒に共闘してたのに。これにはさすがのレイちゃんもおこです。そうだそうだ、蘇生してあげないぞ。それ以上するなら蘇生してあげないからな。そんなチャット気にも止めてないけど、こういうプレイヤーってよくいるの？いや、さすがにここまでひどいのは初めて遭遇したね。ここまで来ると逆に笑えてくるよ。だはははははは。いや、笑ってる場合じゃない、笑ってる場合じゃない。やっと一段落したと思ったのによ。戦いは急にやってくるのです。ウルトも溜まってないし、どうしようかな。ピン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 。あはははは。メメが壊れた？ダメだ。私ももう正常を保ってられない。味方がどんどんおかしくなってくぜ。いや、マジレイちゃんごめーん。あー。さすがにこの状況はどうしようもなかったな。レイちゃん、君だけでも生き延びてくれ。プレデター二人もいたのか。プレデターって？プレデターは、最高ランクの人たちですね。0.2% しか存在しないらしい。うわぁ？そしてワットソンは相変わらずと。この後、レイスが死ぬまでピンを鳴らし続けてました。まあそんな奴のことは忘れて別のマッチだ。気にするだけ無駄やで。確かに、絶対マナーの悪い人はいるからね。それでどういう状況？こちらは終わりなき追走というモードをやってるんだけど、近くに敵がいるの助けて味方。一人だけ孤立してるってことね。まだバレてはないんでしょ？バレてないので急いで味方の方バレました。バレちゃったね。つまりもうやるしかないよ。撃っていいのは撃たれる覚悟のある奴だけ。それを理解した上で撃ったんだよな。いや、ごめんマジごめんって。あ、味方も来てくれたみたいだね。これは味方とスイッチした方が。いや、まだまだ撃ち続けるね。銃を握ってる限り僕は撃ち続けますね。これが、覚悟、ってやつなんやで。いや、体力的に死にそうだけど、あと一人、おしゃー。
最近エグアが使えるようになってきたアベルさんです。やっぱりショットガンが正義なんだな。これともう一つマスティフってショットガンがあるんだけど。けど？マジあの武器強すぎるんだよ。弱体化しろでも自分が使ってる時は好き。つまり自分以外のやつは使うなってことやで。自己中が過ぎる。つまりエヴァよりマスティフの方が強いんだ。まあ、エグアも普通に強いんだけどね。いやーなんかいい武器ないかなー。ジブラルタルが戦闘してるけど、アベルはこんなところで何をしてるやで？うん、あんただけなんでここにいるの？いや、その、いや本当に違うんです。ああ、味方がやられてる？そしてあんたはのんきに探索中。いや、言い訳してもいいですか？おう、この終わりなき追走というモード、ずっと範囲収縮がされてる状態でして、アベルさんはこのマッチが初めてだったんですよ。うん、それで、早めに移動した方がいいのかな？でもピン刺してもどうせ野良だし来てくれないかな？と思ったアベルさんは、一人で移動することにしたのです。なるほどなるほど。つまり味方を信用してなかったってことだ。いやー。アベルがいたら状況は変わってたかもしれないのに。その、本当に自己中な行動をしてしまい申し訳がございませんでした。まあ、果樹だし別に気にしてないんですけどね。黙れゴミ。ゴミです。それで、あんただけになったわけだけど、この先希望がないけどどうするの？もう適当に戦闘しに行って散ろうかなって。すでに諦めモードやで。あの奥で戦ってる、アベルさんも混ざってくる。弱り切ったところならワンチャンあるかも。ギョフギョフギョフー。これはどういう状態？このデスプロテクション中は一回死んでも大丈夫って感じだね。どういう状況ですか？あ、一人出てきた。横槍だー。やっぱり横から邪魔するの最高ですよねー。ぐへへ、まだまだ戦えるぜ。もしかしたら壊滅させれちゃったりなんて。するわけないか。ちょっとは希望あったもん。さらにさらに押せば本当にいけるかもやで。なら、もうちょっとだけやってみる？いやそれ殺されるパターンだから。てか、もう戦闘は終わってるのかな？いや、別の場所で回復してるみたい。おいおいそんな無防備に探索してて大丈夫かい？お。アベル、そこ貫通しない場所なんじゃ。強化ガラス売ってるだけやで。マジ恥ずかしい超絶恥ずかしいモグラになりたい。こんなところにいて大丈夫なのか。攻めてきたら終わりじゃない？まあ、ことが起きるまで待機しよう。最後の2部隊同士で戦闘を始めたー。行くなら今しかないよ。待ちに待った最後のギョフやでー。いい感じに体力を減らし合ってくれよー。心臓ドックンドックンです。でもタイミングとしてはバッチリだよ。この2人で最後か？フラットラインの火力を舐めるなよー。はいマスケフドーン。当たってないやで。でもまだチャンスは残されてる？回復される前に急いで。お願いしますテルミット当たってくださーい。待って待って今投げてる途中なの。でもテルミットが当たってるよ。そこの1人をなんとか倒せたら。レレレ当たんねー。しかし、こちらには最終兵器マスティフがあるのだ。最終兵器かないやでー。多分この人でラストだよ。はいどーん。あ、待って待ってアンチで死んじゃう。あれ？ 3 人倒したのに終わってない？これ誰かが禁止いると思う。やったー。いやなんで勝ってるの？なんで勝っちゃったやで？いやその反応はおかしくないですか？レブのウルトを使えばな、2人分の力を発揮できるのだよ。確かに、あのウルトがなかったら負けてた。つまり、この動画で分かったことは？マジこのゲームギョフゲーです。あとピンを連続で鳴らす行為は迷惑なのでやめましょう。